大谷の快挙、もはや常識扱いされる。今季 MLB で大活躍の大谷。すでに44本塁打を放ってる大谷だが、今季20盗塁をマークし、自身2度目の40ホーマー&20盗塁の偉業を達成した。そんな大谷の快挙に、ファンからは、どれだけ記録残すんですか？大谷の快挙が当たり前になってるなどの喜びの声が上がっている。こいついっつも記録残してんな。大谷さん見てたら感覚麻痺する。毎日のように偉業達成してて草。もう来季のためにも、将来のためにも休みましょう。手術のことも考えているとは思うので、早めに決断しましょう。今年の成績はもう、これで良いと思います。大谷は何も言わないから、誰も心中がわからない。あと一本出たら休みましょう。来季がエンゼルスならもう休ませている。複数回の達成者は、大谷選手が史上初では、出場すれば、勝手に記録を作る男。明らかにバッティングもおかしい。早く休んでほしい。将来のために、来年見れないなんて、絶対やめてほしい。再開争いを NHK は放送してたけど、そろそろ佳境で西地区3強首位争い放送に切り上げませんか？大谷さん、もう無理せず休養してください。あなたが休養しないと公共放送なのに、すっとぼけて相撲で言えば3段目放送しまくるつもりですよ。あと1本打ったら休みましょうか。45本で良い区切りとなるでしょう。大谷さんの好きなようにさせてくれ。外野が口を出すべきではない。大谷がいて PO 進出できない球団があるって聞いたんだけどマジ？この成績を弱小チームで出せるのがやばい。大谷、僕ってまだ伸びしろありますよね？このチャンネルでは、大谷選手の動画を中心に毎日更新中です。毎日更新頑張るので、よかったらチャンネル登録だけお願いします。